バッフ持ち込み企画、伊藤孝恵一問一答2連発です。はい、子供の頃の夢は何？子供の頃の夢、小学校の先生。結婚の決め手は？ああ、一緒にいてものすごい楽でマッサージがうまい。実は苦手なものがある？割りまくりですけどね、嘘つきと損得感情が働くやつ。自分のいいところ、ダメだと思うところは？自分のいいところは情に熱い。ダメだと思うところは情に流される。最高の可愛いと思うポーズをカメラに向かってお願いします。うわーきつー、ダメだな、ダメだ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 、これ無理だ。はい、じゃあここからは政治編です。はい、政治家の大親友は誰？まあ浜ちゃんとやった若かな。これまで一番力の入った国会答弁は？内密出産。いつか玉木代表に代わって自分が代表になると思っているか？思ってへんよ。でもうち の辞書の班の中に買ってますからね。国会の中でぶっちゃけ一番首相に向いているのは誰？私ね、これ本当に綺麗事じゃなく玉木一郎だと思ってます。他国のトップの中で日本の首相になってほしいと思うのは？アンダーンさんとかいいですね、ニュージーランドの。はい、OK です。こんなんでいいの？ちょっと掘っていいですか？うん、結婚で決めて、うん、マッサージ。私すっごい贅沢のっこだからパソコンの作業でここがもうダメなんですよ。で夜中にいつも夜中まで仕事してるんですけど、家に帰ってから夜中にマッサージを自宅に来てもらってこう施術をしてもらってたの。でもそれちょっと怖いでしょ。実は一応女性なのでこう施術してくれるマッサージの方男性で、怖いけどでももう眠れないからたまらないからやってもらうんだけど、今の夫と付き合いだした時に彼ね大学4年間ずっとマッサージのバイトやってたの。ロングロイヤルっていう5000円、ロングロイヤル5000円が入るのがすごくうまくて、彼にやってもらった時に感動したの。いや、結婚の決め手はマッサージがうまいから夜中にもうマッサージの方来てもらわなくていいって。愛とか言った方がいいのかな大丈夫、大親友お二人挙げられましたから。もうずーっとだって当選同期で、私たちの共通点はずっとサラリーマン、まあ、会社員だったことで突然、まあ、国会議員になって、ずーっとずーっとずーっと今も同じ政党で一緒にやっている3人で、国民民主党ってシールを貼ってね3人で飲んでる写真ありますけど、あの2人が親友かな。やっぱり国会答弁一番力が入ったのは、まあ、内密出産は毎回ね、あれ魂を本当に削って総理とか大臣にこのぶつけていく作業なので、国会質疑でそういう部分では内密出産だって孤独担当大臣を見た時だって、あれは私のもうね魂です。魂をぶつけて孤独担当大臣は生まれたし、魂をぶつけて内密出産は違法性がないというふうに答弁をもらったし、毎回毎回ですよ。玉木代表に娘さんがなりたいと。いやなんかね、うちの次女は今将来駄菓子屋さんになるか国民民主党の代表になるか迷ってるらしいんですよ。でそれをなんかツイッターに上げたら玉木代表がいいねしてましたからね。ポスト玉木雄一郎ってハッシュタグつけて、そしたら代表がいいねってつけてて、なんかシュールだなと思って。さっきちょっと撮れなかったんで、最高の可愛いと思うポーズ。いやちょっと待って、一応したんですけど、最後ちゃんと最高に可愛いと思うポーズ。もう辛いわ、もう辛いわ、もう拷問だわこれ。いやじゃあなんで寄ってるんですか。じゃあ3で3、2、1。きつい、寄らないで寄らないで。でもさっきあれですよね、伊藤孝恵さんのいい笑顔があったって知事言ってましたよね。はい、ありがとうございます。おまけ第一印象、明るい。新幹線ちょっと1本2本増えたりっていうことが
でちょっとそれでちょっと僕も遅れてしまうことがあるんで、いやないです、ないです、いやないですね、本当に全部喋っちゃってますので、高江さんは本当に思いを持っていつも行動されている。だから本当に国会においても、そしてこの、ね、世の中においても必要な人だと僕は思います。なので今回高江さんともに7月、2期目を、任せていただけるように僕もしっかり頑張っていきたいなと思います。一緒に頑張りましょう。まあパワフルに見えて実はこうちょっとこう心が弱いっていう部分もありますかね。ちょっとこう強がる感じもありましたけど、何かこうふっとこう考えてるところもあったりだとか、そういうのは最初に感じました。ちょっと横文字が多いんですよね。なんかちょっと専門用語みたいな横文字が多くてですね、我々言われて、ああ知ってますよみたいな顔してますけど、めっちゃググってますから後から。そこだけは分かってください。はい、高江さんにというか、まあね、我々本当に多くの方に支えられて今こうやって活動してるので、やっぱり高江さんもそうだし自分たちもそうですけど、皆さんに感謝しながら、あとはまあお互いをこうチームワーク大事にして、これからも頑張ってやっていけたらなと思いますし、また来たるべき時期にはしっかり喜べるように頑張ってやっていきたいです。はい、本当に力になれてるのかなんて全然わかんないですけど、自分ができることを一生懸命やるしかないので、はい、それだけでやってます。